すごい元気な人だったでしょ、うん、だからすごく残念だなと思いますよね、うん、はい、そういうことがあるんで、これですよね、原則やルールを知らないで経営するのは自殺行為ということで、特にその原則で大事なのはやっぱり武田蘭中さん、これは中心だと思ったんで、今山田さん勉強してると思うんですけど、ちょうどね、いいと思います。で、経営者の人は、まあ、実際経営してるから、もう今日明日に出店しようっていう方がやっぱりランチェスター勉強するとなかなかそこまで身に入らないんですよね。やっぱりある程度時間かかるから。で、山さんもランチェスター勉強してからどれぐらいになるんでしたっけ。いやでも前の姫路の頃から言って、姫路の頃からでしたら、まあ2年、2年ぐらい経ってるでしょ。でもまあ入ってきてしますね。まあでもそれぐらいでだん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 頭入ってきたわけでしょ。そう、うん、だからやっぱりこのそれでね、この経営の原則とか特にランチェスター知らない方に話すとですね、なんかベガランズ州になっちゃうんですね。常に、あ、それやっていけません、それやらないでください、これやらないでくださいって言ったら嫌われるんですね。だからやっぱり経営原則っていうのを覚えてもらうのはすごく大事だなと思いました。